アイドル VTuber にハマっています。なのでひろゆきさんの配信を見ています。ひろゆきさんはアイドルだというのが視聴者の一般的見解なのですが、ひろゆきさんはその自覚が希薄のようです。その点はどのように釈明するんでしょうか。アイドルっていう定義によると思うんですけど、僕自身は商品ではないんですよ。芸能事務所に所属していて、自分自身のファンクラブをやりますとか、写真集を売りますとかっていう、自分自身が売り物の人はアイドルだと思うんですけど、僕はあくまで YouTube という仕組みを利用していて、こういうビジネスをやるといいですよっていうのをやってる会社の役員なんですよ。ウームさんってご存知の人多いと思うんですけど、その YouTuber を集めた事務所があって、そこがYouTube 側から認定された MCN マルチチャンネルネットワークっていう資格を持っていて、でいろんな YouTube のチャンネルを束ねて手数料 20% 取りますみたいになってるんですけど、僕の会社がガゼット通信なんちゃらなんちゃらっていうクリエイターネットワークだっけ、っていうので手数料 10% に似たようなことやってますよっていうのをやってて、要はみんな編集頑張って短時間の動画を YouTube 上げたがるんですよ。でそれって編集コストがどんどん上がっていく割に、編集めっちゃ金かけても別に再生数増えないですよと、それコスパ悪いから編集なんかいりませんよと、でむしろライブにして編集全くしない状態でじゃあ投げ銭もらいましたと、でそれで動画を上げました、でその動画の再生数が上がりましたっていう方が全然効率いいじゃないですかっていうのを結構ね何年か前からずっと言ってたんですけど、誰も僕の話聞いてくれないんですよ。でじゃあやってみせますよっていうので、最近やってみせてようやく理解してくれる方が出てきたので、助走して脇でおにぎりを作るお兄さんとか、もう割と僕がやってることをちゃんと理解してくれてるって書いてくれたりしたんですけど、そんな感じであくまで僕は企業をやる側として、この仕組みはこういう風に使った方がいいですよ、だからうちの会社の所属になるのはいかがですかみたいなので、僕自身は商品ではないんですよ。なのであくまでその商品を売るためにやってる行為なので、僕自身は商品ではないのでアイドルではないという説明でいかがでしょうか。すいません、本当もちょっと忙しいところ申し訳ないですけど、チャンネル登録してもらえるとありがたいんですけど、難しいですかね。